人生のリセットボタンは今すぐ押せます。マリサの皆さん、こんにちは。勉強マニアの七瀬です。最近やっぱり外に出ることも少なくなってきたんで、皆さん毎日同じような服ばっか着てないですか？やっぱりね、1年の残り半分なくなってきたというところで、新しい私になる方法っていうのを今日はお伝えしていこうと思います。やっぱりこう嫌なことがあったりとか、今の自分を抜け出したいって思うことあると思うんですけど、そんな時にどのようなことを具体的にすればいいのか、皆さんが新しい自分になれるような戦略を今日は7つの方法をもとにご紹介していこうと思います。ぜひ最後まで見ていいと思ったら、高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。1つ目の戦略が、今の自分と向き合うということです。やっぱりこうなりたいとかっていうのがもしね、あったとしても、今の自分のことを理解してなかったら難しいんですね。自分とね、向き合うことってしてますか？結構皆さん、誰か友達のね、誕生日プレゼント何にしようとか、誰々のために何しようとかね、人のことを結構考えてあげる時間はあるかもしれないんですけど、自分のことを考える時間って1日の中でどれぐらい取ってますか？結構少ないんじゃないかなと思います。自分との向き合い方なんですけど、2つの質問を投げかけてみるといいと思います。それは Why、 なぜ自分は今これをしているのか、そして今ね、自分がなぜここにいるのかっていうのをね、考えてみてください。ちょっとなんかね、こう瞑想的な感じがすると思うんですけど、もちろんね、瞑想してみるのもいいと思います。やっぱ心をこう自分中心に持っていくっていうことができるんで、意識がね、散乱してしまいがちなのを集中してくれる効果があるんですね。なんで特に今の時代だと SNS とかでね、インスタだったりツイッターだったり、いろいろね、他の人のことをこう見てると、もう注意が散漫してしまって自分のことを見てないんじゃないかなと思うんですね。なのでぜひね、瞑想もやってみてください。あとは日記を書いたりするのもいいと思います。これは以前ね、ずっとやりたかったことをやりなさいという本の中で、モーニングページという、やり方が載っていました。これは自分の頭の中に浮かぶ言葉を全部ね、書き殴っていくっていうやり方なんですね、朝。エクスプレッシブライティングともいうふうにね、言われてるんですけれども、そういったことをやったりとか、自分の一日を振り返ってみたりして、ちょっと自分について考えるっていう時間を取ってみてください。でね、一番ここでポイントになってくるのが、やっぱり自分のこう、ネガティブなところに目を行くのではなくて、今の自分が満たされていることに、意識を向けるべきだなと思うんですね。じゃないと結構マイナスになっちゃうんで。なんで、そのコツとしては、感謝をすることが大事なんじゃないかなと思います。つまり今、私は例えばちゃんとね、両手使えていてありがとうとか、この動画を見る時間が取れていてありがとうと、私の動画を見てくれてありがとうという風に感謝の気持ちを持つと、やっぱ自分のね、気持ちも幸せになっていくんじゃないかなっていう風に思います。最近 YouTube でABEMATV かなんかの企画で、相沢エミリさんが女の子をこう変身させるみたいな、番組がやってたんですね。それで外見もそうなんですけど、やっぱり中身的にもちょっとこうネガティブな子だったので、それをどういう風にポジティブにしたのかっていうやり方でも似たようなやり方が紹介されてました。今までの自分の人生で、感謝してることとか良かったことを書き出してみてっていう風にね、エミリちゃん言われてたんですね。そんな感じでやっぱり自分が今持ってるものに目を向けるっていうのもね、非常にいいんじゃないかなと思います。やっぱり新しい自分になれるきっかけになりますよね。そして、2つ目にやっていただきたいことが、今自分のエネルギーを消耗させていることは何か考えてみてください。例えばこれはネガティブなことだったり、悲しい気持ちになること、あとはちょっとイライラすることとか、全部そうです。例えばお菓子を食べることとかもそうですね。私はポテチとかさ、せんべいとか好きなんで、よく夜ね、お菓子食べてるんですけど、その時は確かに満腹になるし満たされるかもしれないけど、なんか体が重かったりとか、次の日になってちょっと胃がムカムカしたりとか、やっぱそういうちょっと自分にとってマイナスなことっていうのは明らかなんですよね。そういったことを全部書き出してみて、できればそれをやめてください。実際こうやって書き出してみることでね、何を自分の人生から、今の習慣からやめるべきかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。続いては逆にね、気分が良くなることをやって書いてみてください。これ先にネガティブを書いておいて、次にね、ポジティブなことを書いた方がいいんじゃないかなと思って、この順番にさせていただきました。気分が良くなること、皆さんありますか？私はなんかこう結構激しめの音楽を聴いたりとか、アイビーと遊んだりとか、あと運動するのもその時はちょっと疲れるんだけど、やった後すごいいい気分になれるんですね。まあそういうことをねちょっと書き出してみてください。ゆっくりね好きなコーヒーを飲むとかでもいいと思いますし、本を読むとかね、もちろん本を読むメリットとかもね前はご紹介したと思うんですが、すごいいいと思います。そういうふうに自分がハッピーになれることっていうのを継続していく、そして増やしていくように心がけてみてください。そして、3つ目のポイントとしては、なりたい自分になったつもりで行動する、考えてみるっていうことですね。これはですね、いわゆるセルフトークっていうふうにも言われてるんですけど、例えば私は昔、まだロスに行ったことがなかったんですね。海外にもね、まだベトナムしか行ったことがないような状態だったんですね、20歳ぐらいの時。でその時に、とある人が女優になりたいんだったら、もう自分は実際にもうハリウッド女優だという風に思って行動してみるといいと思うよっていう風に教えてくれて、私はロス帰りだっていう感じで道を歩いてたんですよ。そうすると本当にねそれが実現して、ロサンゼルスに行ってこう演技ができたりとか、本当にロスに頻繁に行けるようになったんですね。っていう風に実際にロス帰りっていう状況が何年後かに起きてしまって、あ、これは本当にあの時思い描いてた自分がちゃんと実現できたんだなっていうのを実感したことがありました。でこれなかなか実感湧きにくいかもしれないんだけど、めちゃくちゃ参考になる面白い映画があります。何かというと「I Feel Pretty」という映画です。ちょっと日本語っぽく発音しちゃったけど今ちょっとこうなんていうの、渡辺直美さんっぽいような感じの主人公の女の子がいて、自分にやっぱ自信がないんですよ。自分はなんかちょっとぽっちゃりしてるし、美人に生まれてたらどんだけ人生違っただろうかみたいにね言ってたんですけど、ある日ねジムでこう運動してたら頭転倒して、なんか気づいたら自分がね美人になってたっていう。で鏡見て「見て私の上、そうこんな細いわ」とかって言ってるんだけど、自分から見ると自分はすごい美人になってるんだけど、傍から見ると何も変わってないんですよ。なんかちょっとぽっちゃりした女性のままなんだけど、もう私はもう美人よっていう風にね思い込んで生活を始めるんですね。そうするとなんかねこうちょっとこう男の人に勘違いで優しくされたって思ったりとか、仕事の面接行っても堂々として、モデルでもいいですけど、みたいな感じでね、行ったりとかするっていうシーンが出てくるんですね、予告編でも。そんな風に、自分のことをどう思うかで、めちゃくちゃ行動が変わってくるし、やっぱり結局、周りの人たちもそれにつられて変わってくるんですよ。あなたはそんだけ自信があってすごいわね、みたいな風にね、言うんだけど、そういう風に、自信過剰になるのは私もあんまり好きではないし、謙虚な方がどちらかというと好きなんですけど、やっぱりこうセルフトーク、自分はダメな人間だって思ってるとダメな人間になっちゃうと思うんですよ。なのでなりたい自分になった状態で常に皆さんには考えていってほしいなっていうふうに思います。でなりたい自分、じゃあこのセルフトークどういうふうにやればいいのかって思ってる人もいると思うので、後でねちょっとおすすめの本をご紹介しますね、最後に。で、続いての戦略が植物を育てるってことです。これちょっとなんかねかけ離れたように見えるかもしれないんですけど、私もね今こういう感じでお花をね買ってきました。で植物を育てることってなぜいいのかっていうと、まずいろんな理由があるんですけど、私が実感してる効果としてはやっぱりこうお花とか植物を買うっていうのは自分に余裕がないとできないじゃないですか。お金切羽詰まって自分の食費すら払えない人がお花買えますか？買わないですよね。だからお花とかを買うとなんか自分に余裕があるんだっていう風に錯覚するんですよね。だから気持ち的になんかすごくハッピーな気持ちになれます。であと植物ってこう本当にすぐ枯れちゃったりとか、あとつぼみがね咲いてきたりとかするじゃないですか。今ここにつぼみがあるんですけど、このつぼみがね咲いてくる瞬間、咲いた瞬間とかがめちゃくちゃ嬉しいんですね。だからそういうちっちゃい幸せに気づけるようになると思います。であと植物の成長ってこう時間がかかるじゃないですか。今日お花買って今日のつぼみが明日咲くわけじゃないですよね。だから人生もそれと一緒だなっていうところをねなんかこう見せてもらってるような気がするんですね。こう頑張って頑張ってこう成長していって最後花を咲かせるんだよっていうところをね目の前にしているとなんか自分もねそういう気持ちになってくるんじゃないかなと思います。あと実際にやっぱり緑とかがあるとね集中力高まったりとか酸素とか増えてリラックス効果とかもね出てくるとは思うので、植物を育てるのっていうのは非常におすすめではあります。あと続いてが、習慣を作るです。やっぱり、習慣っていうのは毎日やることですよね。それが変わると人生変わりますよね。なので新しい自分になりたいんだったら新しい何か習慣を始めないとなれないと思うんですね。なので今までしてなかったこんな習慣作りたいなっていうことをやってみてください。そして最後が、新しいことに挑戦するっていうのと新しい人に会うっていうところです。つまり何かこう新しい環境に自分の身を置くっていうことなんですね。これはやっぱりこう今までの自分と変わりたいのであれば今までの自分にはしてないことをやらなきゃいけない、さっきの習慣もそうなんですけど、なんで例えば新しい言語を勉強してみるとか、あとはなんか習い事を始めてみるとかするとこう今まで出会わなかった人たちと出会えるるんじゃないかなと思います。数年前に英会話教室にね、毎日通ってたことがあるんですが、オンライン英会話じゃなくて、オンライン英会話も好きなんですけど、英会話教室に行くと、そこで同じように英語を勉強してた人と、海外に行ってる人とかがいたんですね。そういう人たちと新しく会えるのはまた楽しいなと思いました。彼女たちのそういう人生の生き方っていうのも結構新鮮だし、そういう風に新しい人たちっていう風に関わっていくと、自分も変わっていくんじゃないかなと思います。だから皆さん、友達はなんかこう長いこと友達でいるのが素晴らしいとか、昔からの友達がすごいとかって言うと思うんですけど、変わって当たり前だと思うんですよ。むしろ周りの友達が変わらないってことは、自分自身が全然成長していないってことなんじゃないかなという風に思うので、まあ、もちろん古くからの友人っていうのもね、いるし、大事ではあるんですけど、そういう風に新しい友人とか知人を作っていくっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。ということで、ぜひね、今、お伝えしたこと、明日からできる、戦略方法だと思いますので、というかもうこの後ね、すぐできるような方法だと思いますので、ぜひやってみてください。私のチャンネルではこのように毎週4つのね、ビジネス、メンタル、勉強、エンタメ系の戦略をお伝えしていってる大人のための勉強チャンネルです。本好きの方とか勉強好きな方、昨日の自分に負けたくない、成長したい方が、登録していってくれてますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録お願いします。で、最後にね、ちょっとおすすめの本なんですが、先ほど言ったセルフトークとか自分のポジティブになれるような本をちょっと今日は集めてきました。まず1冊目、3冊あるんですけど、1冊目がこちらです。超自己成長術という、アルターエゴっていう、これ表紙取れちゃったんですけど、カバーではDAIGOさんが推薦してるやつです。こちらの本は、なんて言うんだろう、あなたの中の別人格で最高のパフォーマンスを手に入れるっていう風にあるんですけど、自分はスーパーマンだと思うといいよみたいなことを簡単に言うと言っているような本なんですね。ちょっと一見バカげて見えるかもしれないんですけど、まあ、DAIGOさんが推薦しているように、まあ割と結構私は面白かった本かなと思います。あともう一つがアファメーションっていう本で、これ前私動画にしたかと思うんですけれども、このアファメーションを読んでから、やっぱり私の人生も割とね、こうちょっとネガティブチックなルーティンから切り離れることができたんですね。なので、結構頑固なネガティブの輪に今いるなと思ったら、ぜひね、アファメーションっていう本を読んでみてください。で、3冊目が、まあ、いつもご紹介しているザ・シークレットですね。まあ、これは定番なんですけど、ポジティブになれることは間違いないかなと思います。引き寄せが本当かどうかっていうのは置いといてね。なので、やっぱりちょっとそういうのをね、まあ、一回騙されたと思って、やってみるっていうのもね、大事ですから、まあ、リスクはそんなないんで、ぜひね、この3冊おすすめのものなので、チェックしてみてください。ということで、まあ、気軽にできる戦略、まあ、全部をね、やる必要はないと思いますので、なんかどれか1個でもいいので、始めてみることが大事なんじゃないかなと思います。ということで、皆さんの人生が新しいスタート切れますように。では、See you!